小松知恵は、山梨放送のアナウンサー。日テレ系全国ラグビー応援団、ラグビーワールドカップ2019ジャパン、日本テレビ2019年7月25日、はみ出ししゃべくりラジオキックスにて発言2019年2月1日放送の、SBS ラジオ、黒田夏樹のアナラジでの黒田の発言。および、翌日2日放送の RSK ラジオ、リンダとリン。 ふとしの土曜番長での小松の発言より、森田恵美のツイッター2020年1月17日投稿文より、小松知恵アナウンサーイブス山梨放送本人のインスタグラム2019年4月14日投稿文より、イブス山梨放送公式イブスパープル。本日も新中継アナウンサー登場のテテテ、TV キラキラ、キラキラ、キラキラ、四月から、 毎週水曜の、とんでけ。中継を担当する、小松知恵アナウンサーです。日曜の山梨スピリッツ、炎、も、村上アナと担当します。山梨の皆さん、富士山、よろしくお願いいたします。ツイッターより2021年6月7日閲覧。小松知恵、米シャンク。いよいよ、明日4、1、死担当のうるさ午前です。赤いほっぺの笑顔。 ぜひ聞いてください。ツイッターより2021年6月7日閲覧。山梨スピリッツテンスアニバーサリー、小松千恵アナ、今日から YBS ラジオの金曜ラララモーニングを新たに担当、ラジオ。Facebook 2021年6月7日閲覧。小松千恵、小マオ知恵。金曜ラララモーニング、ラスト。4時間40分の一人喋りはとても楽しい、ひとときでした。 赤いほっぺの笑顔。インスタグラム2021年6月7日閲覧。ありがとうございます。